いやああ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 あしました。今結婚しました。ゆうさん、結婚しました。この度は本当におめでとうございます。ありがとう、ありがとう。結婚しました。いや、おめでとうございます。本当にね、結婚することになっちゃいまして、みんな本当にね、すいませんね。ちょっとごめん。喜び爆発しちゃってるじゃないですか。嬉しいね。結婚しないもんだと思ってたけど、やっぱタイミングが合うと、パチッとはまると。しちゃうんすよね。あ、そうだ。これ行きましょう。どうもー株式会社スイシー代表取締役社長のスイシー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 カバー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 スイシーカバ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 ースイシースイシースイシーおースイシース今年何歳ですか？37になります。大丈夫ですか？めちゃくちゃです。ということで今回ね、本当結婚しましたんで、ガゲチャレサドンデスに向かいできることになったんで、ちょっと落ち着いてほしい。きつい。マジきつい。マジきつい。ちょっと気を取り直して。ちょっと5分ください。はい、じゃあ気を取り直して。はい、ということで、来ました。で、今のガゲチャレサドンですが、これから始まります。よーし。よーし、来ました。ねえ、ここでできると思ってなかったですよ。めちゃめちゃ嬉しい。よかったですね。ここで来たかっていう感じでね、まあこのね、スギちゃんとのね、この指定コンビでね、今回動画も撮れるし、思い切って今までの集大成を見せようかなって、そういう感じでいますんで、もう本当に嬉しい。イムさんがもうこの祝福の時にサドンデスが開催できるこの1回戦、本当に嬉しいですね。スギちゃんに喜んでもらって嬉しい。俺もいやいや、もう本当にもうこれまでもう本当にイムさんには本当にお世話になってますから。僕の人生の大恩人。この方が新たな人生がスタートするって思うと、もう僕あの日すげえ泣きましたからね。本当に嬉しくて。いやー、もう本当にイムさんおめでとうございます。ごめんね、まあああいうねタイミングになっちゃったけど、めちゃめちゃびっくりしましたよ。僕のねハイオピーがあの場でまさかリスナーさんと同じタイミングで聞くっていう衝撃の事実。いやー、でもあれもすごかったんだよ。あの時に一斉に全世界に発信されて、イム結婚するぞっていうのがみんな同じタイミングで全世界一斉にさ、発信されてさ、その翌日俺まあ平日会社行ったんだけどさ、同僚とか知り合いのね会社の従業員から電話かかってきて、イムさん結婚したんですかって、本当ですかって、もうひっきりなしに翌日かかってきたんだから。いや、もう本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます。もうだからこそ、必ず1回戦突破して、もう大成させましょう、もう成功させましょう。サドンデス1回戦の企画は、企画いきます。鉄拳デビルフリーズ一本釣り。いやー、一本釣りこれでいきます。フリーズ、うん、鉄拳デビルで、いろいろ興味かけて企画考えてきたんだけど、やっぱ今といえばパチンコ最地球10機種ギュッと集めた動画だろうと思って、これやろう、もうこれしかないなと思って考えたんだけど、まあパチンコはないから、その線だから、デビルでね、鉄拳デビルのフリーズの一本釣り、これでちょっと取れ高狙っていくんで。よー、いいじゃないですか、うん、これまで大事な局面で引けてない部分もあったかもしれませんが、うん、今日ここで引けば引くよ。神回ですか？引くよ、引く。もう今までずっとその取れ高はないじゃん、サドンデスの。ここでイムが創始者として、プラス結婚のパワーもね、入れて一本釣りでいきますんで、デビルは何としても引いて、みんなでバーッと大きな花探しましょう。本当に俺マジ今日引ける気がするから、うん、本当にもうこの鉄拳デビルのフリーズデビルゾーンだけ集中して、それまではもうこうやっててデビルゾーン入ったらもうここだけに集中して、フリーズだけに集中して、全集中してデビルフリーズの100ゲーム間、ここで集中してしっかりデビルフリーズを必ず引くんだよ俺。うん、やるっつったらやるから。もう何としても行きましょう。6年間これでじゃないと、6年間 YouTube 続けられないから、6年間 YouTube 続けられないから、6年間 YouTube 続けられないから。おーい、イム
まして、あなた忘れてませんか？忘れてますよね。一度この世界からあなたは逃げ出してるじゃないですか。本当に大変だったんですから。でもその後こうやって戻ってきてくれて本当によかった。皆さん突然本当にごめんなさい。ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので補足まで、何はともあれゆうさんご結婚おめでとうございます。本当に失礼しました。で、1回戦突破しないと大事な大事な結婚指輪が買えずに破綻してしまうんで、だからこれねしっかりね、フリーズ撮って、撮り高撮って動画バズらして1回戦突破したいなと思って、ちょっとあのスギちゃんもできるだけあの協力してもらって、もちろんです、もう全力で協力します。もう本当におめでとう犬さん。みんなありがとう。13人中4人脱サしますか、うん、必ず9人のうちに入りましょう、レジェンドだから、うん、大丈夫ですよ、はい、ここで負けるわけにはいけない、そうです、結婚指輪を買うためにも絶対100万円取らないといけない、ご祝儀バンバン稼ぎましょう、はい、僕インさんに100万取ってもらいたい、はい、本当にその気持ちだけは本当なんで、一緒に頑張りましょう、頑張りましょう、デビルフリーズ、はい、絶対行きましょう、はい、何ですか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 最後いいいいですよ。皆さん聞いてください、スギちゃんね今俺のね結婚どうのこうのって話してたけど、この人この1ヶ月前に入籍してますから。なんでここで言うんですか。これ見よがしに指輪をキラキラさせてるから、それはつけるじゃないですか、それはつけますよ。この人も散々この下りとね話をした後にこの人1ヶ月前に結婚してますから入籍してるんで、いやすいません、あのスギちゃんそうですね、あのこの度あのお付き合いさせていただいてた方とあの結婚させていただいたんですけど、いや早ビートイムさんに真っ先に言ったじゃないですか、ね、聞いてるけど他のリスナーさんとかあるいは演者の人誰も知らないと思うから、このまたこの動画を通して初めて知ることになると思います。スギちゃん結婚してました。いや僕はいいんですよ、いやイムさんの会ですから、まあよかったね、いやまあそうですね、うん、本当にありがとうございます。どうしたの奥さん、いや奥さんですか、うん、あまあそうですね、どこで出会ったの、昔ちょっと僕大阪の方に住んでたんですけど、うん、まあその時に出会ってお付き合いさせてもらってる方で、うん、もう 4,5 年に、あそう、はい、なる方です、ね、4,5 年、はい、あじゃあイムチャンネルはじゃあ 4,5 年前じゃそんなに、あそうですね、ガケチャレのもうちょうど、うん、もうほんとガケチャレ始まるよぐらいの時に、うん、リスナーさんじゃないんだ、全然もうリスナーさんとかじゃなくて、むしろ動画なんて僕と結婚するまで全く見ない、うん、ような人だったんで、はい、で一本釣りで一本釣りです、ね、どこがいいの、いやもうあのはい、いや僕こんなねいろいろ出っ張りですけど、まあそんなね僕でも仕事を理解してもらえて、あの支えてもらってるんで、はい、まあ、こういうお仕事をちゃんと理解してもらって、いやそうです理解してもらってますよ、うん、じゃあキャバクラ行くのとかも理解してもらってるわけだ、キャバクラ OK です、キャバクラ、ああいいね、はい、理解してもらう、風俗は、風俗はできれば NG です。俺もできればいいです、そうです、でも皆さんもよかったですね、あの理解がある奥様で、あそう、あじゃあそういうまあ真面目なあの理解ある素敵な奥さん、そうですね、なんであのもう必要であればゆみさんとの仲を深めるのはやっぱりあのキャバクラっていうところも理解してもらってるんで、あよかったね、はい、あの大切な方ですというのはあの知ってますよ、動画とか全く見ないです、でも最近ちょっと変わって、うん、あの最近家でドーモランブとかやりました、見始めて動画見始めてドーモランブ家でやりました、真っ希少じゃん、オッケー、さここを越えたらそうだよ、そうここを越えたらおこれね、あサドンデスのポイントってこの朝の並び、 T シャツどれだけ並んでくれてて、どれだけ今の T シャツ着てくれてるかっていう人が結構大部分占めるから、俺のリサーチによると、ちょっと見に行こう、いいイムさんそこ越えたら始まるか、1年間やってきたからこのために、スギちゃん見て俺が1年間何を築き上げてきたかちょっと見て、行くよイムさん、ちょっと見てこれ100人以上並んでるからね、これ今私夫婦結婚しました。ご祝儀は皆さんあのどしどし、くれて構わないんで、あと皆さんトロフィー出したら、みんな頑張ってー、行くぞ、行くぞ、行きましょう、これすごいよ、これすごい、あすいません、キャバ嬢と結婚しました、すいません、キャバ嬢と結婚しました、見てください、
この時点でもうトップ独走。いや、ゆうさんよかったね。いや、よかったですよ。本当によかった。始まりなんで、後で、これ中でトロフィーを出してもらって、イムもトレーラーが取って、今週のツイッターもバズ出して絶対1回戦突破するんで。よし、行きますよ。ガゲチャレサウンドスカイマグ、めっちゃ盛り上がってる。シンプルに嬉しい。過去一だね。これですよ。あとはこれ1本釣りで引くだけです。で、一応2台並びにあるんで、スギちゃんも念のため何があるか分かんないから、スギちゃんも隣で打ってもらう。決まって俺が打つ隣の時にマグダスするから、それも考慮してスギちゃんには隣で打ってもらいます。いい全然ね。ガルス、これでいきましょう。確実に1回戦突破します。取れなかったおります。クソ返りしません。頑張ります。結婚しました。めちゃめちゃやばい。100、120、30ぐらいもう並んじゃって。並び130です。やばい。全体で。やばくないですか。やばいっすよ、本当に。ここでトップに踊り出てるから、きっと。もう、本当にすごいっすよ。3桁なかったですよね、並び。何より嬉しかったのが、ずっとやってきて、3桁なかったの、並びが、うん。で、それがこのガゲチャレサドンデスイムのメイン会で100人以上並んでくれたっていうのは、本当にありがとうございます、もう、今まで。本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。幸せでいいのかなって思っちゃうから、本当にありがとうございます。嬉しいですね。いやー、よかったですね。で、あとは、もう、あとは実戦で取れたか、取るだけ。そうですね。で、もう行っちゃうから。あれ。あれ今週のツイート。あ、今週ですか。うん。この勢いのまま行っちゃうから、今週のツイート。今週のツイート。で、ちょっと準備してきてます。取らない。取らない、ここで。もういいぞ、準備してきてる。俺も、もうこれから先ね、演者人生を生き抜くために変わっていかないと、うん、進化していかないといけないから、うん、新たなことに挑戦し続けます。ということで、今持てるイムのコツコツやってきた編集技術の全て駆使して、作ってきたんで、渾身のツイートの動画を。まさに渾身の渾身、もうめちゃめちゃ渾身。この一発にかける、この勢いのまま最初は肝心だから、うん、ここで飛ばして、ツイートもバスらして、あとフリーズも引くっていう形にしたいと思うんで。大丈夫ですか。ちなみに どんな感じなんですか。どんなやつ。ね、ちょっとこうパロディ系なんだけど、うん、イム法律事務所、はい、イム法律事務所っていうやつですね。今法律事務所。あ、じゃあもう早速スタート完全ですからね、うん、せっかくもう準備してきてるんだったらもう行きましょうよ。もうこの池のまま行っちゃうから。じゃあ見てください、このイムの集大成です、ツイートね、これを見ればみんな、必ず幸せになります。幸せになれる方法が分かる、このツイートを見れば。行きましょう。行きましょう。行きましょう。3 2 1。年収300万円なのにキャバ嬢と結婚できた理由。僕は36歳、年収300万円の底辺サラリーマン。ぶっちゃけ債務整理の経験もある。みんなが思う通りキャバ嬢ってお金が大好き。普通のサラリーマンじゃまず結婚はできない。なぜならキャバクラでモテるのは1、若社長、2、スポーツ選手、3、YouTuber。 この3つのうち誰でもなれるのって何だと思う。そう、 YouTuber ってスマホ1台あれば誰でもなれる。動画も無料で上げられる。だけど本当に稼げる YouTuber っていうのはごくわずか。ではどうやったら稼げる YouTuber になれるのか。1、動画を作れそうな友人を探す。自分に才能がなくても関係ない。プライドを捨てて何か作れそうな友人に頭を下げて頼んでみる。2、その友人の言われた通りに我慢強くやる。最初はうまくいかなくてもやり続けることが大事。3、チャンネル創設者として権利を主張する。自分が立ち上げたという事実があるだけで特別待遇を受けることができる。僕はこの方法で実際にパチンコ屋に行くだけで 30K もらうことができている。そして派手好きのキャバ嬢に異変が起きている。安定した職に就きながら副業で稼ぐことができる男がモテる時代が来ている。そして年収300万円でも実際にキャバ嬢と結婚ができた。そして最後に一つお願いがあります。このツイートにいいねとリツイートをしてくれるととても嬉しいです。この動画を見てくれた皆さんがキャバ嬢と結婚できますように。飛び出せカウパー、イム法律事務所。その調子その調子。これで絶対フリーズ引いて動
るんで神回にします。いきます。スイちゃんもよろしくね、2人やれば怖いもんないから。さあまあこういうことで、まあちょっとイブにもようやくね、36歳でサラリーマンにも転機が訪れて、まあ結婚する形になりましたけど、まあ今思えばね、まあ20代前半からいろいろね、風俗とか練り歩いたけど、もうもろもろの風俗という風俗を練り歩いてきた、この10年以上ね練り歩いてきた僕が37にして、まあ、ようやく結婚することができたと。まあ当時、まあ、ついこの間まで、ね、そんなことは全然ね結婚するなんてことは考えてなかったんだけど、まあねやっぱそういう人にね出会うタイミングってあるんだなと思ったよね。本当にの嫁さんになる子なんだけどさ、まあ、最初の出会いはまあキャバクラだったんだけれども、なんていうのかな、まあなんか何事もこの視野をね狭く持たずに広く持ってくれるって、最初から否定から入らない。例えばあこういう動画やってるよっていう話してもね、とりあえずまず受け止めてくれて理解を示してくれるっていうね、まあそれは器のでかい女の人でね、そういう施しを受けるとね、なんか一緒にいてね安心できる人に出会いだなっていうね、うん、まあこんな形だったらね一生添い遂げるのも悪くないのかなと思って、まあ、結婚決めたわけなんだけど、まあ本当感謝してます。いろいろね、理解してくれて分かってくれてね受け入れてくれて、なかなかね、まあ、こんな性格と言動してるんでなかなか理解をね得られることも少ないんだけど、まあ、その中でもまあひときわ僕のことを信じてくれてね愛してくれたんで、僕はそれに応えるために、一生懸命、副業して30件もらうように頑張って、でそのお金をね、最終的に、まあ、またキャバクラとかに、ね、突っ込めたらいいなと思ってるんで頑張っていきたいと思います、はい、すいませんね、なんかちょっとのろけ話みたいな感じになっちゃって、でも本当に感謝してるんです。僕はみんなにチャンネルの方でもねこうやってたくさんの人に応援してもらって、でお店の方にもたくさん並んでもらって、みんなでね楽しんでもらえて、そんな僕がねキャバクラとかすごい風俗楽しんだ僕がね、そんなみんなに応援してもらって最終的にはね結婚までこぎつけてしまって、本当にいいのかなと思って、こんな幸せで思う時もあるけど、まあこれから先ねまた新しい自分をね探すために頑張っていかないといけないから、またいろいろ経験していろいろみんな楽しませるようなね工夫もしながら頑張っていきたいと思います。でもやっぱそのためにはやっぱりキャバクラ行かないといけないから、やっぱり全てはキャバクラから始まるからね、うん、だから今日はフリーズ引いたらまたスミちゃんとね一緒にキャバクラ行きたいなと思ってじゃあね、まあちょっと売ってる感じなかなか多分来ないと思うんで、次回のデビルゾーンでお会いしましょう。オーケーとりあえず止めました。デビルジャッジからデビルゾーンを引き当てたんで、 AT 当たらないんならここで無理やり引くしかないから、じゃあ行くよスギちゃん、引くよ、 A 取るよ、 A 取るからどれだかを俺が決める、じゃあ行きます。いやー緊張してきた、手が震える、いきます。絶対スイちゃん絶対決めるから、絶対決める、今日楽しい日にしましょう。おい頼む、何のためにここで引けなかったら何のために結婚したの、いけー、もう一度、おーしびれる、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、間に合って来て、おお消えてくれよ頼む、おーマジかー、今日ほとんどもう20人以上 T シャツ着てくれてるからこれも記念なんで、いやもちろんね、サドンデス記念、100人以上並んで記念、結婚式記念、はい、あ後で動画で終わるかもしれないけど、スギちゃんも1ヶ月前に入籍してた。いや、いやすいません。これ見てください。すいません、ありがとうございます。お世話になってください。カモ。その調子、その調子。おお、出た。おお、出た。
マジかよ、ポイントゲット、マジか、デビルから出る、やば。今日はトロフィーふんだんにあると思うんで回してくれればね、みんな。おめでとう、おめでとう。来てよ、スギちゃん、これ。おほほ、モンキータッチ出ました。あそこファインプレー、見てください、何を隠そう、ニッタロフィーです。ありがとう、ありがとう。絶望で終わらせたりしない。虹トロ、すごい、マジか。虹トロ3つですよ。あれもれで、さっき気になったやつが NC 昇格、オクトの下宿目、見てすぎちゃう。ゴールドきました、ありました、ここにトロフィーが。よいよいよ、ニッタロフィー、ギャメラ、ギャメラの、ギャメラがゴールドになっちゃってこれ。すごい、すごい、おめでとうございます。ありがとう、その調子、その調子。さあ、そろそろちょっとマジで投資が40本っていう、とりあえず AT 出て分資金回復しないと。あー、まずいまずい、笑ってる場合じゃないよ、本当に引きに行かないとまずいんだから。よし、行くで。80行け、80。おー、いた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 。これは確実に通したいですね。いけるいける、いきます。よしよしよし、いや、それはないよ、それはないよ。あー、え、終わんないよねこれ。あー、ビビった、終わるわけないよ。通したい、通したい、通せ通せ通せ。おっしゃー、行くね、行くぞー。いい、ここまではデフォルトの流れ。やったー、やった、ついに来た。投資40本、投資40本、ここからフリーズまで引いて巻き返すから。よっしゃー、うー、ようやくようやく、こっから流れ変わるはずだから。潮目が確実に変わりました。あった、まあ十分、これだけあの確保できればフリーズ挑めるんで、またよしよしよし、いきます。ようやくラッシュきた。虹乗った、来たか、レインボー、よし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 、乗ってきた。なるほど、これは完走するわ。まぐれる、まぐった上でデビルゾーンチャレンジできる。完走しちゃいました、やったー、いった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 、1924枚、トロフィーはなし、エンディ終了。いやいやいや、とりあえずこれでほぼまくったから、投資分はからのデビルゾーンで出たよ。なおかつスギちゃんの方もこれからデビルゾーンに入るから、ちょっととりあえず一回外行こう。来たよ、うー、来たよっしゃー、来たこれ以上ない展開でよかったよ。今2000倍飲まれて、乾燥して2000倍で、もう究極の V で今這い上がってきた後にデビルゾーンですよ。この時間夕方、ここからここしかないでしょ。来ます、ここしかないでしょ。さすがです、さすがですよ、もう本当に V モンキーしてよかったですね。いや、よかった、マジ危なかった、一時どうなるかと思って。で、スギちゃんも乾燥、してデビルゾーン入ってね、でここでまあ今いろいろ考えたんだけど、企画変更します。企画変更します。変更しますか。変更します。まあ演者がね、好きにあの企画決められるってことなんで。いや、まあそうですね、うん、変えるよ。いいんですか。変えます、はい、
もうこの状況なんで、ここしかないっていう場面なんで、はい、最初ね一本釣りフリーズ一本釣りって言ってたけど、フリーズをただ引く動画なんてバスロ動画いっぱいある。これはイムチャンネルが正統派スロット番組としてもうちょっとバズる動画、もう紙動画作るために企画変えます。俺とスイちゃんでデビルフリーズ日本釣りこれもうこれですよ。わかりました。日本釣りで企画変更、いやマジで神回にしましょう。神回でしょ。同時にね、同時にデビルゾーン100ゲーム消化しながら両方とも日本釣りフリーズ引く、この動画俺見たことないです。見たことないんで、そうですね、これできます。いや行きます、絶対やりましょう。これ引いたらとんでもないことやります。いやマジで1回戦どころの騒ぎじゃないから。プレッシャーやばい。やばいけど、まあこれだからもう本当にこれはもうね、神様がね、こういうシチュエーションを作ってくれたから、で今俺たちのこの幸せのベルに包まれた俺たち2人なら絶対行きます。絶対やります。絶対マジでやります。いいだから杉ちゃんにも協力してもらわないといけないから。もちろんです。オリムさんのために全力でやります。マジで引きますもうここでいい時間で V モンキーして両方ともデビルゾーンでスタートラインに立ったから一気に2本釣っちゃいましょうって早い話。いやマジでマジで神回にしましょう。本当にリムさんこれ聞いたら神回になります。神回になります。オリムさんに送りたい。これ今なら今の俺たちなら幸せのビールに包まれた今の俺たちなら確実に引けるね。イムチャンネルの底力、イムチャンネル創世期から支え続けた俺たちでもう見せつけないといけないから、ここ引かないと。スイちゃんにも絶対引いてもらわないといけないから。もうマジで頑張ります、うん、俺も引くし二人完走してますから、マジでやるでしょ。本当にやるでしょ。行きましょう。やろうね。急遽企画変更でスイちゃんと二人鉄拳デビルで史上初同時多発同時にフリーズを引く。いきます。紙動画にするんでみんなで紙動画を作って見せてあげないといけないから行くぞ。行きます。大一気に引いてみてまーす。あー行くぜ。行きます。あったあ行けよーよー。声が出ない、声が出ないよ。ここで来てパチスロの神様、パチスロの神様、ここで取れ高を、ここの取れ高は絶対に欲しい。来たー。行けー行けー。いけいや、イムさん、イムさん、ちょっと燃え尽きないでください。まだいや、まだ燃え尽きないで、イムさんね。あ、もう探さないでくださいね、まだ。いや、本当にごめんなさい、僕も引けなくて。結局ね、人は変われないんだよ。もう、弱気にならないで。結婚しても人は変われないの。本当にあ、いや、マジで悔しいです。本当に僕も引けなくて、本当にごめんなさい。もうね、正直ちょっとね、魂が抜けちゃいましたもん。いや、ダメです。全力入れすぎて。そこはダメです。まだ燃え尽きないでください。もしまた同時のタイミングが来たらチャンスがありますから、そして1本ずつ本当にちゃんと釣りましょうよ。本当にまだ諦めないですよ。まだ19時時間あります。だけどさ、引ける気した？僕はしました。大丈夫です、イムさん、陽気にならないで。イムって言ったらこういう時に引けないのがイムだから。なんで開き直ってんすか。開き直っちゃダメですよ。本当にもう、ね、もう F1 レーサーみたいな感じ。もう走り終わってもう最後もうこんな感じですよ。燃え尽きないで、まだ時間ありますから一緒に引きましょうよ。
一緒に弾いて帰りましょう。なんかやっぱあるじゃん、夜明けになるとき。いやそうですね。いやでも本当熱くなれた本当に熱くなれた。もう俺全て失っていいと思ったもんいやー本当悔しいです。でもまだ終わってないんで、そこだけは忘れないで。まあそうだね、まあ、あのチャンスを放棄するようなことはあのしたくないんでね、まだ時間あるから人は変われないなんてそんなことはないです。今までの集大成をここでぶつけましょう。いきますよ、もういきますよ。はい、切り替えて、イムさん。はい、切り替える。はい、切り替えるよ。パオンってパオンってやればいいでしょ。頑張ーっよし、絶対行きましょう。一緒に行きましょういいね、楽しいね。あ、すぎ、なんで2回も乾燥しちゃってんだよ。あんだけ今日はイムさんが主役ですっつって頑張ってくださいっつったのに、これよ。え？いや、いや、イムさん出すぎだよ。違う2回も自分だけ乾燥しちゃって。違うんです。え？もう、あともう時間がないんで、うん、担当職人に言います、うん、最後にイムさんに用意したステージです。あれ、そういうこと。あの後、うん、レベルゾーン入りますよね。はい、これラストチャンスです。イムさんに託します。僕じゃ弾けないです。わかりますよね。いいの？最後まであなたのために用意したステージなんで。いいの？連携プレイなんで。いいの？いいですよ。じゃあ関ちゃんがお膳立てしてくれて、あと最後俺がフリーズして決めるってことね。もうあと時間がないんで。分かった。これで取り切れなくてもいいです。いいの？弾けばいいんだよ。目的は弾いた画面で終わる。そう任せて。もうあ、いいの？じゃあ時間がないから。分かった。関ちゃんがもう本当あの気持ち分かった。このバトンを受け継いで俺最後もうあのゴロテープ切るから、うん、最後マジで頼みます。これで終わるよね。今日僕の仕事これでしたから。あ、俺のために2回最後乾燥してくれたのね。そう、 そう、あ、そのために全通したんですか。ありがとう。いいの言って行きましょう。行きましょう。行きましょう。ラストチャンス。行きましょう。ラストチャンス。行って終わるから。じゃあ行くぞ、スギちゃん。最後残り 10分で。ありがとう。本当最高のパートナーだ、スギちゃんは。ありがとう。行くぜ、もう時間がないから。いきなりスギちゃん最高のパートナーだぜ。ありがとう。俺は決める。このスギちゃんが繋いだくれたバトンをしっかりあの持ってね、あの繋げるんで一本釣りいきます。頑張れ。大丈夫大丈夫。ゴーいけ。回れ回れ。ゲーム数もない。おー怖い。いい加減回ってよ。なぜ上がらない。ひしひしと伝わってる。この背中にみんなの思い乗せて。怖い怖い。あーやばい。ああちょっと。もうだめだ。あーもうやだ。終わった。一回戦終わっちゃったよ。ゆめさん一回戦終わった。いや終わってないですよ。確実に終わった。終わってないですって。あのフリーズ引けないとダメじゃん。終わってないですよ。ゆめさん。いやそんな絞れないでください。気持ちは本当に分かりますけど。あれはもうね、みんながつないでくれたバトン、スギちゃんがあの頑張ってつないでくれたバトンをね、あそこで行かないとダメじゃんって。結局ね、俺は何にも変わってないんだって。いやいやいやさん、そんなことないですよ。じゃあ大事なこと忘れてません？え、すごかったじゃないですか、リスナーさん。そしてホールの状況、今まで積み上げてきた愛が爆発しましたよね。確かに。それ忘れてません？達成できなくて残念だったっていうのは分かりますけど、大事なところを思い出してくださいよ。確かに、まあ、それはその言う通りある。やっぱダメ、これは。いや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 、今前向きかけたじゃないですか。いや前向きかけたじゃないですか。前向いても1回戦突破できなかったらもう何の意味もないから。伝わってますからね、ゆみさん。もう無理だよ。立って無理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 、ね、もうコンクリート、いやいやコンクリートとお尻が一体化して、ね、しっかり立って、ゆみさん。ねえ、なんすか一体化って。一体化して当たりられないから。もういつまで勝利するんですか。でも無理だよ。しっかりお礼しましょうよね。高評価もお願いすればつけてくれますって。もう閉店ギリギリまでぶん回して頑張ってたじゃないですか。そうかもしれないけど。いや残念な気持ちは分かりますけど、前向いていきましょうよ。立ち上がれないです。おってねえ、もう行くよ、インさん。すねないでくださいよ、こんな昔見のまんまじゃないですか。もうここまで来るとなんかちょっと愛くるしさもありますけどね。あのもう元気出して前向いて。臓器売るとかそういうレベルだからマジで。こんな今何歳ですか。
今年37です。やっぱこんな感じになっちゃったら、いや、わかります、気持ちは本当にわかりますけど、皆さん頑張ったっていう姿はちゃんと届きますから。ついちゃってもいや、わかりました、わかりました、わかりました、あの、いやいや、わかりました、犬さん、あの、僕がキャバクラおごりますよ。え、キャバクラおごります、マジキャバクラおごります、僕今から犬さん結婚されましたし、大好きですよね、僕出しますんで、じゃあ行く、行く。それは、いや、何すかそのニコニコ、それは行くでしょ、いや、もちろん出しますけど、出してくれるでしょ、全部出しますよ、全部行くよ、好きなように、はい、しっかり、はい、気を取り直して頑張ったじゃないですか、はい、気を取り直して皆さんに、はい、今日ね、あのスギちゃんのおごりでキャバクラ行けるっていうことになったんで、改めまして皆さんね、本当に今日はありがとうございました。たくさんの人、もうあの1年間やってきて、今日130人100人を超える人たくさん並んでもらいました。でみんな T シャツを着てきてくれて、トロフィーも出してくれてね、本当にありがとうございました。最後まで応援してもらってね、最後の閉店の閉店までね、後ろで頑張れって、行けるって応援してくれた人もいました。すごいプレッシャーだったけど、力になったしね、頑張ることができたと思います。まあ結果引けなかったけれども、まあこれからもね、ちょっとね、イム頑張っていきたいと思うんで、新しいイムもね、見せながら、もうしおれないイム、今年からは、うん、しおれることのないイムで、頑張っていきたいと思いますので、ぜひこの動画の高評価、高評価です。1回戦突破できるように、今日いろいろ貢献してもらって応援してもらいましたけど、改めてこの動画の方も高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、めっちゃ元気だ。いや、そう、いや、そう、忘れよ。今日良かったですね。あの僕もアイブすげえ感じました、ね、楽しかったでしょ。めちゃめちゃいいところ、ね、また一緒に来ようよ。また一緒に行きましょう、うん、じゃあ元気出して、はい、終わっていきますか。行きましょう。行くよ。さっきと別人じゃないですか。キャバクラは行く。